はい、どうもマイクロモビリティ研究所の須藤です。沙織です。はい、今回もバイク女子の沙織さんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速タイトルコールお願いします。はい、今回はですねバイク女子が乗るグラフィット GFR02 です。イエーイ。はい、試乗インプレです。まあ、今回はね、特定小型原付ではなくて、はい、原付一種扱いのモビリティに乗っていただきたいと思います。ほんなら原付に今から乗るってことですか？そういうことですね。原付には見えないですけどね。そう、前乗ってもらったリッチビットシティと形的にはほぼ一緒なんですよ。そうですよね。はい、で定格出力も同じなんで、はい、まあ、どこに違いがあるかっていう話なんですけど、まあ、その辺もですね乗ってみた感じとかを伝えていただければなと。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ではですね簡単に GFR02 の紹介をしていきたいと思うんですけども、はい、まずカラーなんですが、はい、こちらのモデルは白浜ホワイトです。和歌山の会社やからですか？そういうことです。めちゃくちゃ親近感を湧きますね。白浜ホワイト、白浜の言いたくなっちゃう魔法の言葉、白浜ホワイト。なんで白浜ホワイトそんな食いついてんの？急に好きになった。なった、なった。よかったですね、今日たまたまね白浜ホワイト。他も色あるんですか？そうなんですよ、他には、はい、フラッシュイエロー、サイドブルー、はい、マットベージュで、これ特徴がありまして、はい、モビチェンっていう、モビチェンっていう機能がついてるんですよ。モビリティチェンジ、そういうことです。お、こちら先ほど紹介したように原付一種タイプのモデルなんで、はい、まあ、当然ですね、原付のルールに従って走行しないといけないんですけども、はい、これ見てください、これペダルついてるんですよ。そうなんですよ、自転車かなって思いますもんね。自転車としてこう乗れそうじゃないですか。はい、乗れそうだけどでも原付一種なんですよね。そうなんですよ、はい、でこれをですねモビチェンという形で自転車に切り替えることができるんです。はい、どういうことですか？こちらこうナンバーついてますよね。まあ原付やからナンバーもねついてますよね。でこれをですね、はい、なんじゃこのようにナンバーを隠してこう自転車のマークがついてるんですけど、シャリ出てますやん。そうなんです、これで、はい、もうモーターが回らないようになるんで。えこれでも自転車ってことですか？そういうことです、自転車として乗ることができるんですよ。ええの？それ交通法的にええの？いいんです。すごい、すごいでしょう。へ、なので使い勝手はもうむちゃくちゃいいんですよ。ほんなら、はい、バイクで、まあ、バイクやったら一通通られへんところとか、うん、自転車やったら行けるところは、うん、自転車のモードにしたら入れるってことですか？そういうことです。私の中で革命が起きました。革命ですね、こう革命的なモデルですね。革命デュアリズムです、本当に。そして、はい、この GFR02 はこのセキュリティ部分にも工夫化されてまして、パクられたら困りますもんね。でしょ、はい、これこちらにですね、はい、ロック、自転車の鍵みたいなロックがついてるんですけど、はい、これなんと、うん、指紋認証で開けることができるんですよ。そんな最新の A マンションみたいな。最新の A マンション、マンションセキュリティついてるんですか？はい、そうなんですよ。でこの指紋登録は、うん、まあ、1人だけじゃなくて、はい、最大20名の指紋登録ができるんで、はい、まあ、組織的に使うとか、ね、ほんなら会社の人とかそう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 、サークルのメンバーとか一緒に使えるってことですね。そういうことです。それめちゃくちゃ便利ですね。そうなんですよ、鍵持ってへんわがいらへんわけですね。そういうことです。指紋持ってへんわってあんまないですもんね。ね、なかなかそういうことはないんで、はい、まあ、便利に使えるということですね。ここですか？ここです。へ、ここです。これをやりたいですよね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。あ、ごめん、開いてなかった。これで開けてこれで開けてピックするんですよね。そうめっちゃかっこいい。かっこいいでしょ。乗ってきなよ、私のバイク、私のバイク、はい、電動バイクって言えるのかっこいいですね。ね、でこれ今登録されてないんで、はい、これ閉めちゃうとちょっと開かないんでね。絶対ダメじゃないですか。絶対私でもやりそうになります。ダメ今日のロケ終わるとこでした。うん、そう閉めないでね。はい、はい。で次に、はい、この GFR02 で、まあ、紹介したい部分は、はい、これ折りたためるんですか？この子も小さくなるんですか？なるんです。じゃあ実際にですね、はい、ちょっと折りたたんでいこうかなと思います。はい、お願いします。はい、こちらのレバーを上げて、はい、こんな感じで、おー、あらまあ、あらまあ、ちっちゃなりましたね。そう、
でもうちょっとちっちゃくしたいじゃないですか。そうですね。なんでこれ以上ちっちゃくなるんですか。でこんな感じで。そこも外れんの。はい。あれこれ原付一緒っすよね。そう。どうなってんすか。これ車に詰めそうでしょ。いや詰めます。そうこんな感じでちょっと用意しろって感じで詰めるんで、いやもう心配です。私これ家にポンって置かれてたらあれバイク壊れはったちょっとバラされた感じで、ね、バラされた感じ、はい、おかんに電話しますわこんなすごい。で重さも20キロ弱なんで、はい、ちょっと持ってみていいですか。多分ね奥さんも持てると思うんですよ。めちゃめちゃ軽いですやん。むちゃくちゃ軽いってほど軽いか。いや軽いです。本物の原付って1台70キロぐらいあるわけじゃないですか、うん、腰に負担がないっていうのはめっちゃありがたいですよ。これ普段バイク乗ってる人ならではの意見ですね。そうですね。はい、はい、それでは早速試乗していきましょう。はい、行きましょう。行きましょう。ドーンGFR-02 は特定小型原付じゃなくて、はい、原付一種扱いのモデルになりますから、はい、最高速度も30キロ。大丈夫かな。これで30キロって結構私ちょっと不安があるんですけど、まあ、そんな無理に出す必要ないけど交通規則も特定小型原付と変わってくるんで、うん、はいはい、ちょっとその辺も注意してもらった方がいいですね。あ、そうですね、はい、ただはい、GFR-02 定格出力は、はい、ES1 プロとかリッチビットシティと変わんないんですよ。 250W なんで。あ、そうなんですか。意外。だからそこまでパワーとかに違いはないけど最高速度は変わってくるっていう感じかな。うわ離されてるよだいぶ。今25キロ、今23キロ。すごい。さっきは20キロ行くまでにちょっと頑張ってアクセルひねったというかね、うん、感じはしたんですけど、うん、今軽くひねってたら20キロ超えちゃうから。そう、やっぱそこが違いだよね。原付一種、佐藤さんが遠いですもん、うん、原付モデルの威力よそこがねそんなん言うてる間に坂道まだ来たよ。大丈夫なんかな。どんな感じなんやろ。来たね、来たね。多分ね、サウンだったら簡単に登れると思います。ほんまですか。 GFR-02、うん、そのペダルついてるじゃないですか。はい、これ何に使うんですか。それ漕ぐと進むんで普通に。え、そう、普通にこのハイモードの時でも意味あるんですか。うん、効く。そう、電動アシスト付きでペダルが漕げるんです。だから坂道とかちょっとスピードで、うん、出ないなとか止まりそうだなという時サドル使うと登れたりします。え、ってことはその電動側に私がアシストする感じなんですか。うん、そう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 めちゃくちゃおもろいじゃないですかそれ。自分でそっち側がアシストするんだ。そう、今でこれで18キロぐらい。でも本当に18キロでもね無理がない。はいはい。あとこっからまたね急勾配な坂道になるんで。あ、そう、またどんな感じかね、こっからきつくなるからね。そう、え、何キロ出てる今。今18キロ。今18キロです。結構出てますね。あ、離されるわ須藤さん離されるわこれは。須藤さん、これね、こっちはね今リッチビットシティ乗ってるんですけど10キロぐらいでなんとか登ってますね、はい、これは女性男性の体格によってねちょっと違うところもありますよ ね。だいぶねこの体重の差ってもう坂道登れる登れない、はい、むちゃくちゃ関係してくるから。なんかねこう車輪の大きさ小さめかなって思ったんですけど安定性があるからお尻への負担もないですね、うん、あ、お尻の負担ない。うんうん、だからあんまりホッピングしない。あ、ホッピングしない。ホッピングしないですね。それね、そんな長距離乗ってないじゃないですか。はい、距離伸びてくるとだいぶ痛くなってくるんで、それが。あ、漕ぎたくなった。なるでしょ。本当漕いでる漕いでる、むっちゃ漕いでんじゃん。ほんまや。これ漕いで19キロ。私のアシスト行け。あ、むっちゃ登ってる。すげえ、頑張んな。GFR-02 は他と違って原付一種なんで、そこの感覚もね。うん、
原付に近いのかどうなのか。だから下り道走る時とかだとしっかりグローブつけといた方がいいですね。そうですね、ヘルメットも安全性の高いものをつけとく方がより安心かと思いますね。はい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 、これはね言っていいですか。はい、下り坂は圧倒的に GFR-02 が下りやすい。ああやっぱり安定感が違う。急に加速したりもしないんですね、うんうんうん、安定したスピードで下ってくれるっていう感じなんで、はいはいはい、安定性安全性を考えると GFR-02 が一番下りは乗り心地がいいです。でブレーキも自転車型やったりキックボード型のブレーキよりも緩やかにスッてかかるからギュンって止まらずにふわーって止まれるんですね。自然に止まる。そうですね、なんで感覚的に特にバイク乗ってる人だったり普段から原付に乗ってる人からすると、うん、これが一番馴染みがあるかもしれないです、はい、こちらの GSR-02 が馴染み深い形かもしれないですね。須藤さんていうか須藤先生、はい、この走行モードってエコ、ミドル、ハイどう違うんですか。ハイが、はい、こう30キロで走行するモードっていう感じですね、うん、他はミドルは25キロぐらいで走るモードですね。結構でも速いですねミドルでも。そうです。でエコは、エコはスロットルでの加速はなしで、うん、電動アシスト。でも電動自転車はいみたいな感じで乗るときはエコですね。これはモーターの消費が緩やかになるんで長い時間乗るときとかは活用してもらった方がいいかもしれないですね。ただ、うん、間違えちゃいけないのがあくまでも電動アシストモードだからって、はい、電動アシスト自転車と同じ扱いではなくて、はい、原付一種扱い、そこは変わらないんで、まあ、注意して原付一種のルールに従うと、そういうことです。今ねちょっとモードを変えてみてミドルに入れてみました。25キロの方ですね。どんな感じなの。まあ、5キロの差がどれくらいかってところですね。あでもね加速感はそんなに大きくは変わらない、うん、はい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 。加速感も十分、さっきも十分で、ただ今のマックス速度が抑えられてるって感じですね。あ今25キロ、今23キロぐらいをちょろちょろしてますね。はい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 。なんか25キロぐらいまではスッといく感じ。行きます行きます。あ、なるほどね。23ぐらいでちょっと止まってくる感じですね。あ、なるほど。うん。あ、この走りながら変えれるんですね。じゃあちょっと変えてみますね。あ、でもハイにしたら一瞬でスピード上がりました。で、こっからエコにしたら、あらららら、ら、めちゃくちゃ落ちた速度が。あらららら、あらも、あらもあらも。あらららあらららららら、あーそうだそうだ、これアシストなんだ私今そう、めっちゃ濃いね、うん、いやでもね、この特定原付より速いよ。アシストがついてるんでやっぱり普通の自転車よりは、うん、だいぶ進みが全然違いますね。今私が優しい声で17キロ。そうね、大人のガチこぎをするともっと上がると思います。今で私がこいで今20キロです早い早い早いよ、むっちゃこいでるよ後ろから見たら面白い絵的にね。はい、はい、ということで、はい、グラフィットの GFR-02 をバイク女子目線で試乗していただきましたが、実際乗られてみてどうでしたか。もうね、うん、なんて都合のいい子都合のいい子、もう都合のいい子なんですよ。だって原付一種と自転車のハイブリッドじゃないですか、はい、なんて都合のいい子、まあ、そんなことあります。都合のいい子ね、うん、地域によっては一方通行めちゃくちゃ多い地域もあるわけじゃないですか、はい、ありますあります。こう原付で行ったら遠回りやけど、ここ行きたいけどな、行ったら交通的にアウトやでって時にモビチェーンを使えば一通のところも行けるわけじゃないですか。行けますね。この方が一番最短ルートで行ける車両なんですよ。そうですね。もうこれはすごいですよ、はい、ほんでね、やっぱり坂道とか下ってても、はい、やっぱりね、原付っていうのもあるのか、下り道のブレーキングがすごい柔らかくてゆっくり下ってくれるんで安心感が一番、安定性は一番 GFR-02
ゼロツーが確かに一番良かったですね。特定小型原付下り坂コアがいい車両多いんですよ。そうですね、はいはい、それに比べてやっぱり下りも安定するっていうことですね。そうですね、私としてはマイナスポイントが一つもなかったんで。なかったマイナスが。なかったです。なかった。素晴らしい、ね、すごいいい1台ですね。いや本当にね、ここまでベタ褒めしたこと多分なかったぐらい。本当ですか、はい、私はこのモビチェに感動しましたけどね。あ、これは確かに便利。そうですよね、うん、しかも簡単じゃないですか。簡単、うん、ワンタッチで買えれて、うん、ちなみに、はい、ちなみに聞いていいですか、はい、価格はおいくらですか。モビチェン付きのモデル、付きモビチェン付きで、はい、はい、モデルで30万8000円。安くはない。安くはないけど、はい、今この1台しかないわけじゃないですか、はい、ここまでできるモデルは、うん、って考えたら、先のこと考えたらそんなに高いわけでもないと思うんですよね。本当に都合よく使い倒せますからね。そうそうそう、通勤にも使えて、はい、ちょっと遊びに行くのにも使えて、ほんで結構走りますよね。持ち運びもできます、ね、そう。いや、この子はかなりいい位置で、この後値段上がると思いますこんなに人気あったら逆にね、はい、はいはい、ということでですね、この動画面白いなと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画もまた見てくださいね。またね。またね。さあ、今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。